こんにちは。ドイツ鉄道の ICET です。僕たちは、スイスの西部地域を走る山岳鉄道、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道に乗車しています。今回は、沿線の駅や路線を、実況形式でお伝えしていきますね。おそらくこの動画は、緑と青の景色がほとんどの状態が、終点近くまで続くかと思います。でも、ところどころに、小ネタを入れていきます。よろしくお願いします。モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道。通称、MOB は、スイス西部の、ベルン州と、ボー州にまたがる鉄道会社です。路線は東西に長く、東は、ツバイ人面から、西の大きな湖のほとりにある町、モントルーまでを結んでいます。本線の距離は、62キロで、定期列車は、ここを2時間かけて走ります。途中には、72%見るもの勾配や、急カーブがあるそうです。線路はほとんどが単線で、駅の部分だけ、列車がすれ違えるように、日本の線路が敷かれている構造です。この、モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道は、日本の南海電鉄と、姉妹提携をしていることを、前回の動画でご紹介した。2018年からは、提携を記念した、特別デザインの電車が走っていて、南海電鉄のホームページでも、掲載されている。そこには、高野山のラッピング列車が、スイスを疾走しています、と書かれているけど、今のところ、のんびりとことこ、って表現がぴったりだよな。単純計算で、平均速度はだいたい30キロだからね。こちらは各駅停車ですので、あくまで参考程度ですが、平均速度が低いことから、世界一遅い特急、と呼ばれる、氷河急行よりも、さらにゆっくり走るんです。どっちにしろ、疾走とは、ほど遠い速度だよね。始発のツバイ人面を発車してから、列車はずっと、急な坂を登っています。線路は、絶えず急カーブを繰り返し、気がつくと、先ほど出発した、ツバイ人面の街が、眼下に映るようになっていました。ここから終点へは、基本的に、南西の方角に向かって走ります。レースが、途中に険しい山があるので、遠回りをしている場所も、少なくありません。中には、山の中のトンネルを、Uターンするように、大きくカーブしている区間も、いくつか存在するんです。これは、オメガカーブ、もしくは、オメガループと言われる線路の形状ですね。あ、ちょうど今、列車が入ったトンネルが、まさにその、オメガループのトンネルです。山の中で、180度の方向転換をしながら、高低差のある勾配を登ります。ツバイ人面から、モントルーへの路線は、まずはひたすら、急な勾配を走り続けます。今、列車が目指しているのは、南西に、6キロほど離れた、ザーネンメサーという場所です。標高は、1275メートルで、MOB の路線で、最も高い場所になります。ツバイ人面が、標高およそ、950メートルですから、325メートルも登ることになります。その後、スイスの山や、小川を見ながら、沿線の町や村を経由しつつ、標高396メートルの、モントルーまで下っていく形で、運転していきます。モントルー、オーベルラン、ベルノワ鉄道の開通は、1901年。開業当初は、私たちが目指す、西側の終点、モントルーから、約10キロの地点が終点だった。その後も、鉄道の建設は継続され、最初の開業から4年後の、1905年に、ついに現在まで使われ続ける、ツバイ人面までの路線が完成する。この鉄道は、沿線に、観光地や、避暑地が多いことから建設されたので、乗客も、スイスを訪れる観光客を想定していた。そのため、ダイニングカーや、ゆったりした座席が並ぶ、サロンカーなどを多く所有し、格式のある豪華な車両に乗りながら、風光明媚な沿線の景色を楽しめる路線だったのだ。その集大成が、オリエント急行を運行したことで知られる、国際寝台車会社、ワゴンリが製造した、特別車両だ。車体は、紺色と、クリーム色のツートンカラーに塗られ、職人の手で作られた、ガラス焼きの、凝った内装を施した、MOB 自慢の車両だった。最盛期には、全車、豪華客車で編成を組む、ミニ、オリエント急行のような列車も企画され、実際に運転されていた。しかし、こうした、羽振りのいい時代は、長く続かなかった。
1930年代になると、アメリカに端を発した世界恐慌が、スイスの鉄道にも影響を及ぼし始めてしまう。特に、観光路線が主体だった MOB は、不況の煽りをまともに受け、利用者が激減。電車豪華客車の列車は、1931年の夏に、たった1シーズン運転しただけで、運行終了していたのだ。その後、自慢のサロン客車は、ブリティッシュ鉄道に、一部を売却するまでに至った。だが、客車をいくつか売却した程度では、財務状況は好転しない。1930年代の MOB は、線路も車両も、設備更新はおろか、日常の整備すらままならず、荒れ果てていたという。こうした状況が改善したのは、1940年代になって、中小私鉄を救済する、国の法案が成立してからだった。現在のスイスは、自動車よりも、鉄道が、輸送シェアを多く占め、九州と同じ程度の国土に、60社を超える数の鉄道会社があります。ですが、そのすべてが、常に順調だったわけではありません。山間部に敷かれた線路は、維持にお金がかかりますし、冬季には、人里離れた場所にも、除雪作業をしなければいけません。おまけに、急勾配、急カーブの多い路線を走るために、特殊な車両が必要になる箇所が、各地に点在します。車両一つとっても、会社や路線ごとに、求められる寸法や性能が違いますから、サイズを統一した車両を、大量生産して、調達コストを下げることが難しいのです。その上、1930年代から、40年代には、いくつもの大規模な混乱が勃発。そして第二次世界大戦後は、スイスでも自動車が台頭し、鉄道は劣勢に立たされていました。そこで、自力での経営が難しくなった、中小規模の鉄道会社、輸送会社に対し、国が融資をできるよう、法律を整備して、存続を可能にしていたのでした。しかし融資をする以上、もちろん条件があります。その中の一つが、路線や駅を、近代的な設備に、改良、更新して、効率的な輸送手段に生まれ変わることです。さらに、使いやすいダイヤを設定し、利用者が恩恵を受けられるようにする、という約束も盛り込まれていました。この法律も、最初のフェーズでは、会社がどうにか倒産しない程度の、最低限の救済措置でしかありませんでしたが、改正を重ねて投入できる予算が増え、駅舎の改築や信号システムの改良、新型車両の導入といった規模の大きい設備投資をできるまでに発展します。こうした国によるバックアップの結果、スイスの山岳鉄道たちは現在まで続く効率的で高水準の輸送を保つことができたのです。この法律で助けられた鉄道会社は、ここ、MOB のほか、ブリティッシュ鉄道、ベルニナ鉄道、フルカ、オーバーアルプ鉄道など、今日でも、スイスの重要な幹線として機能しています。といったお話をしている間に、列車は、ベルン州の端に位置する町、グシュタートに到着していました。この辺りは、ザーネンラントという地方です。最初はこの鉄道は、グシュタートの町を経由する予定はありませんでした。地図を見ると、最高地点のザーネンメサー駅から、この地域の中心、ザーネン駅までは、直線距離で、わずか 4.7 キロです。けれど、改めて路線図を照らし合わせてみると、グシュタートに向かって大きく南に、遠回りをしていることがわかります。読めたぞ。グシュタートって確か、プロテニス大会とかが開かれる、高級リゾート地だったよな。ここに、力の強い政治家がいて、地元に鉄道を経由させるようにしたんだな。というわけではありません。あ、違うのかよ。線路が大きく南に逸れている、本当の理由は、ザーネンメサーと、ザーネンとの間に、険しい山があったからでした。最初は、ここを直線で結び、山を越える線路を作るつもりだったんです。しかし、調査の結果、斜面にそのまま線路を建設すると、坂道が急すぎてしまい、通常の丸い車輪だけでは、勾配を登れないことがわかります。最短コースで鉄道を作るには、ラックレール方式にするか、トンネルを掘らなくてはいけません。その中で、スバイ人面まで、早急に線路を完成させたかった会社は、一番手っ取り早く、コストもかからない、第三の手段。グシュタートを経由する、遠回りを選んだのでした。予定外の鉄道の開通により、それまで小さな集落だった、グシュタートは、大きく発展します。
現在は、高級リゾートが建設され、さっき HSD 君が言った通り、夏には、男子プロテニスの大会が開催されます。あれは確か、APT だっけ？ ATP だ。響きは似てるけどな。なお、グシュタートは、高級リゾートといっても、サンモリッツのような、大規模なバカンス地と違い、あくまで素朴な保養地。静かに落ち着ける雰囲気が好評で、ハリウッドスターやセレブも、西洋に訪れるそうです。湖のほとりにある町、モントルーから発展した、MOB が、ツバイ人面までの路線の建設を急いだのには、訳がありました。ここには、アーレンバッハ、ツバイ人面鉄道という、別の地方鉄道が通っていて、接続させると、路線の東側にある都市からも、お客さんを取り込めると考えていたからです。そのため、急ピッチで路線の延伸が進められ、1905年に、現在まで続く観光路線、ゴールデンパスラインの基礎が完成したのでした。ちなみに、アーレンバッハ、ツバイ人面鉄道は、現在の MOB と同じ、紺色と白のツートンカラーの電車でしたが、1997年に、首都ベルンを中心にネットワークを広げる、BLS 鉄道に吸収。以後は、黄緑色と、シルバーの塗装に変化しています。さらに余談だが、MOB と、アーレンバッハ、ツバイ人面鉄道の間には、1980年代から、列車を直通させる計画があった。もちろん、フリーゲージトレインなんていう、凝った技術を使うのではない。当時感が得られていたのは、MOB に使われている、幅1000ミリの線路の外側に、BLS で用いられている、標準機、1435ミリの線路を足す、3線機だった。けれども、MOB の線路は、小さな車両でないと通れない、急カーブが多く、狭いトンネルも、ところどころに存在する。これらをすべて作り変えるには、莫大なコストがかかるため、線路の幅が違う列車を直通させる計画は、なかなか進まなかった。2022年末に運転を開始した、フリーゲージトレイン、ゴールデンパスエクスプレスは、こうした、40年越しの構想を実現した列車だったのである。トラブル続きで、3ヶ月で運休しちゃったけどな。さてさて、ツバイ人面を出発して、50分が経った頃、列車はベルン州から、フランス語圏の、ボー州に入ります。ここで、車内のアナウンスの順序が、ドイツ語、フランス語の順から、フランス語から始まる案内に変わりました。と言っても、車窓に何か、特別な変化があるわけではありません。駅や地域の名前、綴りが、フランス語になったぐらいでしょうか。スイス国内で、フランス語を話す人々の割合は、23% ほど、フランスと接している、西部の地域に、多く住んでいます。この辺りは、ロマンディ地方と呼ばれ、北西に伸びる、ジュラ山脈や、西部の湖、レマン湖の周辺にあたります。スイスは、州ごとに、公用語が異なる国です。地域によって、日常で話される言葉や、学校で習う言語が違うんです。ただ、首都のベルンや、この国最大の都市、チューリッヒでは、ドイツ語が標準語として使われますし、国全体でも、ドイツ語を話す地域が多いことから、フランス語圏の学校でも、ドイツ語の教育をしている地域が、多いそうです。スイスにおけるフランス語は、独特の言い回しや方言があり、フランス国内の標準的な言葉とは、また少し違うのだとか、スイス国鉄に所属している、私の弟が、一応ちょっとだけフランス語ができるんですけど、パリだと話し方が違ったって言ってました。そういえば彼は、スイスだと、フランス語圏の、ジュネーブあたりの路線を受け持っていたもんね。フランス語圏に入ると、終点までは、あと少し、列車は相変わらず、急峻な山の間を走り続けます。時間はちょうどお昼なので、食堂車があったら、ランチを楽しみながら、山の景色を眺める、優雅なひとときを過ごせるのでしょうけれど。あいにく MOB の列車には、車内に食堂車はおろか、車内販売すらありません。お食事は、10名以上のグループで、事前予約が必要なんだそうです。何度も言うけど、ご飯を食べてる暇がないぐらい、景色を眺めるので忙しいから、そんなのいらないけどな。そういう、ゆくりみたいな、奇特な人ばっかりじゃないんだってば。なお、新しい観光列車の、ゴールデンパスエクスプレスでは、特等席が追加されていて、そこではお食事のサービスがあるそうです。
ツバイジンメンを出発して、1時間40分、ドイツ語の名前から、フランス語読み変わった駅を、次々に停車してきた列車は、レザバン、という駅を発車しました。その直後、突然側面の視界が開け、彼方に大きな湖が現れます。あれは、スイスとフランスにまたがる、巨大な湖、レマン湖です。列車はその湖の、東の端にいます。談笑をしていた車内のお客さんも、次第に湖の存在に気づき、スマートフォンやカメラで、景色を撮り始めました。ところで、終点のモントルーって、このレマン湖のほとりにあるんだよな。列車は終着駅から、かなり近いところにいるはずなのに、湖がこんなに高い場所から見えてて、大丈夫なの？俺が、大丈夫じゃないんだ。レザバンから、モントルーまでは、直線距離なら、わずか3キロほど。ですが、2つの地点の高低差は、なんと570メートルもあります。もちろん、直線では、とても鉄道車両が登れない、急勾配になってしまいますから、線路はなるべく距離を稼ぎ、傾斜を緩やかにする工夫がなされています。しかしこの土地は、もう一つの難点があります。車窓を見てもわかる通り、湖畔に向かって、山が崖のように切り立っていて、鉄道が使える土地が少ないのです。そのため、線路はつづら折りに敷かれ、180度の方向転換を、4回も繰り返しながら、モントルーに向かって、下っていきます。こうした工夫の結果、線路が11キロもの長さになり、傾斜を比較的緩やかにできました。そのおかげで列車は、通常の丸い車輪が持つ摩擦だけで、坂道の上り下りが可能になったのです。また、線路が180度のカーブを4回も繰り返すことから、左右両方の窓に湖が交互に現れます。ですから車内のお客さんは、席を立つことなく、どの位置でも、レマン湖の風景を眺めることができるんです。今、少しずつ、近づきつつある、レマン湖は、東西に長い、三日月型をしている湖です。東は、MOB 鉄道の終点、モントルー。西は、スイス西部で最大の都市、ジュネーブにまたがっています。日本で最も大きい湖、琵琶湖より、少しだけ小さい面積で、領土の区分は、フランスとスイスとで分けられています。今、画面左端に見えている岸は、スイスではなく、フランス領なんです。この湖は、南から北に向かって、湾曲している形状ですので、面積の比率は、6割がスイス、残りの 40% が、フランスとなります。レマン湖の郷土料理として有名なのが、あろうことか、フィッシュ&チップス。当然ながら、イギリスで一般的な、タラなどではなく、この湖で採れる、ヨーロピアンパーチを使っているそうです。フィッシュ&チップスと聞いて、英国人として黙ってられず、試しに食べてみたけど、あんなのは、到底フィッシュ&チップスと言えない代物だったな。完全なまがいものだ。そうですよ。なんですか、あんなに綺麗に揚げられちゃった料理は、イギリスのと違って、4分の1ぐらい食べたところで、胃もたれとか全然しないし、チップスの量も、常識的な範囲でしたし。何しろ、味付けがとっても上品でした。あれは、偽物のフィッシュ&チップスでしたね。英国人、いいのかそれで。彼らがいいのであれば、それでよしとしましょう。そんなことより、山を下っている最中に、モントルー発の列車とすれ違います。あれは、僕たちの列車より、1時間前に、ツバイジンメンを出発していった、折り返し便です。前後に、動力を搭載する、電車を組み込み、間には、ノスタルジックな客車を挟んだ、変わった編成を組んでいました。あの客車って、じいちゃんが言ってた、オリエント急行の客車？そうなんだよ。まさかこんなところで見られるとは、思っても見なかったな。と言いたいけれど、あいにくあれは、完全なレプリカ。1964年に製造された、普通席客車を改造して、往年の豪華列車風に仕立てた車両なんだ。なので、1930年代に作られた、オリジナルのプルマン客車とは、車体の寸法から、窓の配置まで異なります。レプリカといっても、職人の手によって作られた車内は、往年のオリエント急行を彷彿とさせます。豪華列車を思わせる客車に乗れるので、僕たちが乗る、パノラマ客車と並んで、人気が高い列車です。品があるデザインに、つい、特別料金がかかるのではないか、と気になってしまいますが、あちらの列車も、扱いは普通列車。一等席、二等席、ともに、普通乗車券で乗れる列車です。
私たちも、あの列車に乗れるはずだったのだが、ツバイ人面に到着した時、すでに車内が混雑していたこと。そして何より、この鉄道を訪れた一番の目当てである、可変機関装置を見る時間がないので、列車を一本見送って、このパノラマ客車を引き当てたのだった。結果的に、正解だったな。私ゆっくりさんの、数少ない正しい選択だ。山を下り始めた頃は、木々ばかりだった周囲に、やがて、建物が増え始めます。そして列車は、坂を下り切ったところにある、モントルー駅に、静かに到着しました。ここは、MOB の終点であるとともに、スイス国鉄への乗り換え駅でもあります。始発の、ツバイ人面と同じく、到着ホームは、対面での乗り換えができるように作られていて、お客さんは、短い接続時間で、スイス国鉄の列車に乗り継げます。また、構内の一角にあるベンチには、MOB と提携している、南海電鉄のパネルが飾ってありました。この駅には、もう一つ、ユニークな鉄道があります。国鉄や、MOB の列車が発着する横で、2両編成の、小さな電車が佇んでいるんです。足元を見ると、通常のレールに加えて、凹凸のある、ラックレールが敷かれています。この電車は、ロシュドネイ登山鉄道といい、モントルーのすぐ背後にそびえる、ロシュドネイ山へ登る鉄道です。ロシュドネイ山は、標高2000メートルの山で、頂上からは、レマン湖が一望できるのだとか、MOB よりも急な勾配が、終点まで続くので、ラックレールが敷かれ、特殊な歯車車輪を持つ電車が、1年を通して、頂上まで往復します。山頂までの所要時間は、54分。山頂には、1000種類もの高山植物が見られる、高山植物園があるそうです。といったお話を、最後にしたところで、スイスの山岳鉄道の旅は、この辺でお開きにしたいと思います。次回は、またどうなるか、決めてないんですよねー。いつもの、行き当たりばったりを、ご覧いただくことになることでしょう。それでは、スイスの旅にお付き合いいただいて、ありがとうございましたー。しかしなんだ、スイスのフィッシュ&チップスは、なんか落ち着かないな。はっちゃん後輩、口直しに、本場の、油ギットギトで揚げ物臭い、本物のフィッシュ&チップスを食べに行くぞ。メリルボーン駅近くの、いつものお店ですね。お供します。